本題へ、はい、最も凶暴なキングオブシャコとは。こいつなんですけども、これ、はい、これですか。ええ、これがあのモンハナシャコっていうシャコの仲間ですけども。見せられたのは体長わずか10センチのモンハナシャコ。日本の南部からインド洋にかけての暖かい海に住む虹色の甲羅が美しいシャコ。果たしてその凶暴性とは。うわー、かわいいですねこれ。危ない危ない危ないですよ。もうちょっとでもやるとこう爪とか割っちゃいますから。うわー、それぐらい強いパンチ。爪割るんですか。割りますよ。私割りましたから。なんと人の爪を割るほどの破壊力を持つという。秘密はこのボクシンググローブのような形をした硬い飛脚。ここからとてつもないパワーが炸裂する。獲物が近づくと通称シャコパンチ。その衝撃力は重さ60キロにも達するという。ご覧の通り谷の甲羅も破壊。なんと水中メガネをも割ってしまうため、ダイバーたちの間でも恐れられている。それがこのシャコパンチ。このシャコがどのくらい強いのか、それではその戦いぶりを見てみよう。さあ、それではですね、これからこのモンハナシャコの凶暴伝説をとくとご覧いただきたいと思います。開催第1回甲殻類王者ウミキング。まず最初の対戦相手はシャコと同じく甲殻類カニ。小さいながらも貝殻を割るほどのハサミの力を持ち、強固な甲羅で身を守るキラーアワツブガニだ。さあ、いよいよ世紀の対戦であります。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。睨み合っている殺戦だ。さあ、どちらから行く。ああ、来た。ガガッとシャコパンチ、鈍い音がしました。入った、打ちましたね。入ったんじゃないですか。それではハイスピードカメラで見てみましょう。さあ、このシャコ縮めてから伸ばす、一気に弾く、モンハナシャコのパンチ。そして連打、連打です。ものすごい、甲羅から何から硬いの関係ない。そしてまだまだいくか。いった、過去参ったと言わんばかりに逃げ出しました。用心深く背後に逃げるように回りましたが、しかしシャコは見逃さない。一発、そして二発。あっと、カニはとうとうひっくり返ってしまいました。さあ、天地が逆になった。どうする。しかしシャコは容赦しない。早いだけじゃない、重い、めった打ち。さあ、そしてとどめを刺すか。くるくる、シャコパンチ。ああ、取れた。カニのハサミが飛びました。なんとこのハサミを食べ始めた。パンチで砕きながら食べ始めております。味噌よりハサミが好きなのか。結果はもう言わずもがな、圧倒的な強さでモンハナシャコの勝利であります。はい、続いての挑戦者は、これ何でしょう、この方は。え、これはヒシガニというんですけども、このカニは英語で見てください、エルボークラブって言われてます。長いですね、手がね。このエルボーパンチが多分いくと思いますんで。得意技は長いリーチで食らわす強烈な肘打ち。モンハナシャコ VS ヒシガニ、試合開始です。さあ、同じ狩りとして敵を打ちたいヒシガニ。さあ、両者睨み合いが始まってしまいました。どちらから攻撃を仕掛けるのか。さあ、この距離感。おっと、シガニのエルボー早くも出ました。シャコひるんだか、背中を見せた。再び睨み合い。そして、あっと右。おっ、しかしシャコも反撃であります。スーパースローで確認してみましょう。シガニのエルボーを食らって一瞬ひるんだシャコでありますけれども、すかさず体勢を立て直して、鋭いシャコパンチ、一発繰り出してまいりました。おっと、美しくターンして資源に向かっていった。あ、カウンター、カウンター入りました。おっと、行きました行きました。一旦攻撃に転ずると、もうシャコのペースでありましょうか。と、またもやカウンターだ。そしてもう一発、もはや資源には逃げ腰となっております。
いや、サコは容赦しない。そう、容赦コはしないわけであります。あった、サコもう止まらない、止まらない、止まらない、出た、ワンツー、ワンツー。そしてまたもや連打が、おお、どんどん戦います。サコすごい、甲殻類一凶暴と言われるこの2連であります。岸がついにひっくり返って動けません。またもやサコの勝ち。そして次なる挑戦者はこちらはちょっと伊勢エビの仲間なんですけど、ワグエビと言います。ワグエビ、鋭い足全てが狂気と言ってもいい俊敏さ。カニがダメならエビでどうだ。モンハナシャコ VS ワグエビとかするか。伊勢エビ対世紀の戦い、どうぞ。さあ、緊張のゴングが打ち鳴らされました。今度は一回り大きいかなりのハンディキャップマッチを強いられました。さあどうする、うっと一発、足にいったかもしれない。どっちですかね。来ます、来ます。さあ、おっと、ワグエビも攻撃を仕掛けました。睨み合いが続きますが、背中を見せてるのはシャコであります。虹で寄ってきた、うん、いった、シャコいった、シャコいった、打っては逃げる、ヒットアンドウェイ。この辺りよく考えられた作戦であります。海の中での経験最大限に生かしています。ハンキャップマッチはお手の物。さあ中にかいくぐっていった、来ました、サコパンチ。急所に当たったか、音が違いました。おっと、ワグエビが動かなくなった。これは完璧に繊維喪失か。ここは判定でシャコの勝利とさせていただきます。あー、ぴったり、ワグエビ。そしてこの後、海キング頂上決戦、シャコ最大のライバル、あの生き物と対決。試合開始です。果たして勝つのはどっちだ。おっと、サコが危ない。これ今日子供テレビかじりつきですね、これ。人間でいうと1トンのパンチを出しているのと一緒の威力があるので、はい、あ、そう、はい、なんか性格も凶暴なんですね。そうなんですよ、どっちかというと鼻シャコ、ね、ツッコミですよね。そうそうそう、そう、いやいや、ツッコミっていうか凶暴ですね。楽しく番組をね、はい、しようかなと思ってね、はい、今はいいよ、強いツッコミとかスイちゃん、今はいいんだ、機械が治ったみたいな。甲殻類王者海キング、異種格闘技戦。さあ続いてはこちらでございます。はい、うん、じゃん、わあ来ました、タコです。タコも実は甲殻類が好物なんですよ。おということは、うん、タコもこいつが欲しい。天敵同士ですね。天敵同士、自在にくねる体と吸盤、天敵タコの登場。モンハナタコ VS 砂ダコ。さあリングイン、あ、早くもすごいすごいすごい、暴れ回っている。強敵相手に興奮状態か、サコ。これまでとは違った戦いの予感がいたします。さあモンハナサコ、一体どうするのか、考えあぐねているか。バッときた、タコからいった、あっ、手をかけた、手をかけた、あっと、これホールディングだ、あっ、これがまさにドッドバスホールドパンチがダメ。アントニオイノキの匂いがする。決まったか、どうだ、パンチ急須か、サコ。おっ、逃げました、寸手のところで、寸手のところでかわしてまいりました。さあこのあと体力が残っているか、どうだ。さあタコが状況を見据えている。あっと、キングオブサコが動かなくなった。何が起こったんだ、どうした、ギブアップか、ギブアップを宣言しているのか。完全に敗北の前頭運動、腹を出してギブアップ。しかし見事なバトルを見せてくれました。あら、タコすごい、はい、見ましたね、タコを使ってしまいました。いや、もうあの後ショックでパンチを出さなくなってしまったんですって。あ、それはお父さん、決めがないやと、かわいそう。一応元気になったんですけれども、自分の体にパンチは閉じこもってしまって、それは俺のパンチ効かないやと、元気出して引退しちゃったんだ。やっぱ一発爪の一枚も割らせてあげた方がいいね。そしてまだ効くっていうね。